じゃあ、フェイントを入れた蹴りをやります。おお、かっこいい。はい、かっこよくない？かっこいい。こんなの初めて。すごい。やっぱり迫力ありますね。本当ですか？東長野でしかいないからね。はい、狭いのでやっぱりお客様にバーンって万が一当たっちゃったら本当に困るので。一緒になんかできないし。はい。今はやってらっしゃるんですか？はい、今もやってらっしゃるの？今は学生ほどではないんですけれども、月に多くて3回あの練習会やるんだけどどうですかっていうのを少人数でちょっとやるんですけどって声かけられた時に休みだったりしたらちょっと軽くやったりします。それは相手1対1でやるんですか？みんなで同じ動作をやるんですか？ですね、私は組手競技って言って対相手ともう本当バチバチにやり合う競技をしてるので、もう一つの型っていう男の方が金メダル取って女性が銀メダル取ったやつは、あの架空の相手を想像、四方八方架空の相手を想像してこう決めるタイプの。うわうまいねおっさんみたいな。はい、私はこうパンチ、相手のパンチをこうかわしてこうついたり、フェイントかけて騙してこうあって間違えて出したところをこうなんでついたりする。本当にちょっと言い方悪いですけど喧嘩みたいな、喧嘩の一歩手前みたいな。鼻血は当然ですし、一歩間違ったらあのオリンピックの決勝みたいに相手落としてしまって反則負けになっちゃったりする方もいらっしゃる。ちょっと本当に狙われても大丈夫いや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 、相手が刃物持ってたらちょーっとってなります、さすがに。